衆議院選挙の敗北と参議院選挙の敗北はひとえに党首私にあります。でその敗北の責任を取って党首を本日で辞任をしたいというふうに考えております。本日で党首を辞任いたします。次の党首に臨むことは、とにかく党が一致団結をして心を一つに、やはりこの今こそ社民党なんですから、今こそ社民党が頑張らなければならない時で、それを党一丸となって国民の皆さんの期待に応え果敢に活動できるような党を、一緒に作っていただきたいと思っております。一緒にというかその人が作るんでしょうが、私はそれを全力で支えます。野党の結集とかそういう部分で、巨大な自民党政権ができたわけで、これに対抗していくためにはやはり、連携できるところでしっかり野党共闘をやっていくべきであるというふうに考えております。一つは脱原発基本法でもあり、それから憲法改悪を許さない、これから秘密保全法や国家安全保障基本法案が出てくるでしょうから、それに対抗していくこと、96条改憲を許さないことなど、できるだけ共通項を広げて、極端に言えば自民公明の中の護憲派にも話をしなければならないと思いますし、でも一言で言えば巨大な自民党政権に対してできる限り手を結んでやっていきたいと考えています。そのための努力も大いにやってまいります。そうです、もちろん無所属議員は仲良くやっていけると思いますし、統一会派組めればいいですし、一緒にやれるように、したいというふうに考えています。今日山本太郎さんと対談しましたしね、はい。社民党としてのスタートをお伺いしたいんですけど、社民党としては他党との合流なり合併は考えずに、あくまで単独政党として活動していくべきとお考えなのか、それもそういうことは話もないと、そのですはい。正直民主維新みんなの会は憲法改悪あるいは新自由主義の共通項が TPP 賛成などが見えるので、その意味ではこういうその自民党にむしろ近い勢力ばかりが国会の中で大同団結していくのは対立軸がないというふうに思っております。ですからだいぶ少なくなりましたが、リベラル勢力あるいは脱原発護憲の勢力がなんとか国会の中で力を合わせていけるようなことに心を砕いていきたいというふうに思っております。で合流やその点については、選挙終わって今の段階で社民党を再生していくんだという段階ですから、社民党が大きくなったりあるいは市民との連携ということはあるでしょうか。今日の時点では考えておりません。でも合流をしたりしない、それはもう先の話ですから、できるだけ国会の中で護憲リベラルな人たちとの連携はもうとにかくやっていかなければならないと思っております。